あ、なんかびっくりした。なんだよ。そっか、これ出るんだっけ。はい、続きやっていきたいと思います。名前が出てこねえ。あいつ誰だっけ。ベイガンだっけ。ベイガン倒したんで、次はその玉座の方に、多分そこにゴルベーザがいるんじゃないかなっていうことで行きたいと思います。レッツゴー。ちょっとここね、あれなんでカットしますね。城までこっからか。じゃあ行きます。いるんだろ。ないじゃない。まさかどっかでセーブゾーンがある。ないな。いや、ここで、ここの先だよね。行きましょう。もう行ったろ。王の間、なんかいるぜ。え、なんだあいつ。王だ。王様、ずいぶんたくましくなったな、陛下。その姿はパラディン。そうか、パラディンになってか。だがな、いかんとパラディンは。陛下、いや、バロン。バロン誰そいつ。あ、そうか、思い出した。確かこの国は渡さんだと言ってた愚かな人間が、そいつになりすましてたんだっけな、俺どういうこと。貴様、陛下会いたいか。王に会いたいか。俺はスカルミリオネのように無様なことはせんぞ。何しろ、あいたし天皇になれたのは不思議なくらい弱っちいやつだったからな。ぐへへ。なんだこいつ。四天王一人。辻と来れば次は、水だ。あ、水だ、ほんとに。いかにも、ゴルベーザ四天王は水の貝だっぞ。え、ジダンに続き食らわせそうな。え、なんだこいつ。カメ、カメっつうかあれだね、完全にスッポンみたい。津波のための水を集め始めた。何してんのこいつ。え、つまりどういうことだったかよ。魔法力アップ、キャロラ。どこ、プロデスあってきた。プロデスなのかな、そもそも津波。うわっ、嘘。レベルが足りねえ、このままだと。ちょっと待って、一旦落ち着け。一旦これ死んだままでいいや。死んだままで。おペースおかしいだろこれ。シェルか、なんだこれ。何したらいいんだこいつみたいに。やべえ、お待って。いや、強い。考え、やばい、これ終わる。意味ないぞこれ。早くやれよ、津波早くやるさ。はい、や、違う。マジかよ、こいつ終わっただろこれ。逃げたい。くそ、くそ、マジかよ。それが足りないのか。一回兵士とかけるな。そこが勝機なのか。なんだ。いや、プロセスじゃないことだけが分かった。こいつ全体攻撃しかやらねえ。次にかけよう。仕方ねえ、こればっかりは。くそ、強すぎる。さようなら皆さん。さようならじゃねえんだよな。さようならじゃねえんだよ。作戦なんてないからな。まさかあんな食らうと思わなかった。まずシェルだよね。シェルと、シェルと防御、二人は防御で、ちびっこ防御、じいちゃんシェルのバルーサスプライトはとりあえず殴り、これでやるしかないだろう。早く早く戦わせてくれ。俺は戦いってんだよ、こいつと。なあ、早く戦わせてくれよ。よっしゃ、やるぜ。まあ、今言った作戦とりあえず行こう。普通に殴ってくんだよな、まず。もうね、サンダラで。水なんだろ。
あ、てかサンダルじゃない、防御って言ったらバカか俺は。よく出ちゃったー、もう。あ、そういうことか。そういう、じゃ、なんかあるのね。マジシェルやっとけば。え？いや、できるじゃん。え、強いじゃん。いや、聞いてた話と違いますけど。これ、ケアララでいっか。ちょ、早く、早くしろよ。バリアを打ち砕いたってのもよくわからんけど、間に合うんかこれ。あ、足りないだろ。よっぶね。二択になるのか。なんだろ、やめてやめて、いや、いや、やめて。ケアルラかけちゃう。プープープー。でも、これカットしたいんだぞ、今。なあ。俺、わかってんのか。今カットした、カットするって決めた時で乗り合ってたの、俺。バカ野郎か！ちょっと関係ないじゃない。あ、今出てこない。処理は聞いてる？白魔法で見ると問答無用で使いたくなっちゃう証拠になるよ。ケアルラ。でな、おい。正直ガドウェドにね、サンダカとか使ってほしいんですけど、そういうところじゃないんだよね、今。文句言ってる状態じゃないので。え、じゃじゃん、キャルラやってくれ。ルドセブ、ルドセブにかかってんだぞお前。俺とお前スプライトなんてもう合ってないようなもんやぞ。どんどん弱くなってってる。なんか肩痛くなってきた急に。カイナックスの津波のせいかもしれんけど、肩やられてきた今。いってぇ、いてててててて。てわかるよこっちもや。え、なにそれ、土下座強要されてるやん。いって許さない。今のようにさなきゃ。どうこれ、できることをしよう。今ね、サンダカ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 、急げ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 、急いでくれ。サンダカだよ、早く早く早く、サンダカ。なんで危ね。もうこいつペースおかしくないか、防御体勢入る。お、強い。いや、かわいそう。いや、そんな、なんか、危ない危ない危ないって時に、さっきやってほしかったな。さっき津波が来る、サンダー早くやってって時に倒してほしかったのに、なんか、パトセモンマも落ちちったよ、こいつ。やった。ありがとう。バーサク覚えた。はぁ、疲れた。この偽バロンオメガ、誰か来たぞ。なんでこいつ、マイク・サウンダース。あ、シュドだこれ。よっ、おめえらマルサが生きとったんか。俺心配かけやったかな。朝倉どうした。朝倉まで。お前の名字も朝倉やぞ。ちなみに言うけど、お前し、お前シド朝倉やからな。わしはまだ若いわ。年齢のマウント取りをするな。いだね、賢者様ですわ。できた子供。変、じじい同士が。
礼儀を知っとるのお主。ふふふ、あんな低くて。おお、マジか、指導やんじゃねえかよ。勝っとるわ、さあこっちじゃ。行くぞ。おい、またあんのかよ、2戦目。俺は寂しがり屋でな、死してなおすま、え?死んでんのに喋ってんの?事故物件じゃん、ここも、ただの、怖っ。先に地獄で待ってるぞ、へっへっへっ。え?ルトゼブは?あ、いた、よかった。壁が、え?縮んでいくんか、これ。おい。こっち、え、やばっ。あかねえ、こっちもじゃあ、とりあえず。お前らが防ごうとするな。やめろって、お前。あんちゃん、ありがとうよ。お兄様ができたみたいで、とっても嬉しかったですわ。おい、こんな、お前、お前、マジ許せないぞ、スクエア。スクエア、スクエア。あんたらをここで殺させやしない。金目田様、バルーサさん、お願いしますわ。お前、シードとガドウェイで死んでくれ、先に。未来やる若者とかで殺すんや。何する、え、やめろって。ブレイク、え、なるほど、石になったんか。ありか、こんな終わり方、こいつらだと。いやでも大エッセナ使えるから。え、二人の意志により石化しているのに効果がね、やかましいわ。意志の二人の意志で石になってるってか、ほんとうるせえこいつ。ふざけんなよ。てる場合かよ。もう絶対許さねえ。誰一人として生かしておけねえな、こんなことをさせるようなやつはよ。この私が無念を晴らす。弔い合戦じゃ、エンタープライズを出す。エンタープライズ、絶対に許さねえ。一方その頃、またか。いいわ、朝倉と高島屋の下りは。だいぶ腕を上げてるかな。あそこは少しばかり厄介だ。あ、こいつ考えたな。そこだったぞ高島屋。伝えてまいりましょう。高島屋、バルーサなんぞより俺の方が上だということを教えてやろう。どうでも、何これ、好きなのか朝倉のこと。ここいけるんか。東大元暮らしってやつじゃ。システムがすごい。ハイナッツだけは許せねえ。他のやつら普通に入ってこれたけど、シドなんで飛んだ。待たせたの、エンタープライズ。ついに飛空艇か。うおー、すげえ。どこ行くのこれ。北斗見せてやるわ。威力って何。
何する気だよ。あれは白旗。何と、そんな信じると思ってんのか。信じた。お、高島屋じゃねえか。落とせ落とせ、橋が落とせ。お前大丈夫やって、相手竜騎士やもん。朝倉は無事だろうな。朝倉の命が欲しければトロイアの土のクリスタルと引き換えだ。何？クーポンか。卑怯の手を手に入れたらまた連絡に来る。なんでバレてんの。そういえばどこで見てんの。話すことはそれだけだ。なんだあいつは。なんだよ。火事を北西、北西、これもう動かせてますよ。え、シド使えるの。おい、シド使えるってよ。囚人の服、まあ、そんな扱いでいいのか。まあでもそこは言いたいところだが、ほん嘘でしょ。シドが戦えるんだ。ちょっと戦っても見たいし。調べる、どんどん調べる。HP 弱点は特にない。ちょっと強いじゃん。弱点特にない。ライブラかこいつ。へえ、てかシズの HP 高っ。めっちゃ高いやん。お、やった。まあいっか、今回はここで。あ、またウィンドウがいなかった。まあいっか。ここ変えとこ。はいはい、じゃあ今回はこんな感じで終わります。で次回は北西行きます。よし、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。